はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルですけど、今日はこちらのねスイフトになります。でこれ過去のね動画でねメンテナンス動画で上がってるんですね。でバンパー取っててバンパーが色が入ってなかったからね、色が入ってるとこっちは思ってたんでサービスで色塗ったみたいな動画過去の動画であります。まあそれはいいんですけど、今回はですね、まずねエアコンの吹き出し口から、まあ、嫌な匂いがすると、まあよくあるトラブルです。まあ、時期的にはね大体まあ梅雨時期とかに多いかなっていう印象はあるんですけど、今回のはですね、まあ今冬場なんですけど、それでもねちょっと匂いが嫌な匂いがするっていうことですね。で今回はエバポレーター、そちらのね清掃の方をねやっていこうかなっていうふうにね思ってます。でブロワーモーターを外して、まあ、そこに専用の機器を入れて、でそこで洗うと。で洗ってみてね、汚れがね出なくなるまで洗ったら、今度ね抗菌剤を打ってまあ、掃除すると、まあ、これでね嫌な匂いを取ったりとかします。でよくあるのが、まあ、そういった掃除をせずとも、まあ、スプレー缶タイプですね、エアゾールタイプ の長いなんかこうホースがついて、まあ、入れてやるっていうのもあります。まあ、それでもいいんですけどね、エバポレーターを掃除してやることでやっぱりエアコンの機器ですね、中にやっぱりホコリとかゴミとか溜まってたりとかするんで、まあ、それで機器が良くなるっていうのと、やっぱり根本的にはやっぱりね汚れてる状態に抗菌剤を打つよりは掃除して抗菌剤をした方がより効果的ではないのかなっていうふうにはね思いますね。まあ、それではねこちらの作業の方やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今から作業の方やっていきます。まずはねブロワーモーター、こちらの方を外して、まあ、アクセスの方をしていくっていう形になります。まあ、車種によってはブロワーモーターがねはめ殺しになってるタイプもあると思うんですよね。まあ、そういった場合はね、まあ、作業ができないこともないんですけど、まあ、その場合はブロワーモーターの替えを用意するかっていうふうになりますね。まあ基本的にはだからまあエバポレーターにアクセスするのに、例えばエアコンフィルターを外してそこから行ける車もおそらくあると思います。ただそれができない車っていうのもあるんで、そういった時はねエバポレーターを外すとか、もしくはねフィルターだけ外してやろうとしてできなくはないけど ねめちゃくちゃしにくいっていうんだったらエバポレーターを外した方が早いとは思います。でこういった感じですね。まずこちら洗浄機になります。でカメラ付き洗浄機ですね。であとこちらが中をまた覗くための、カメラなんですけど、カメラ2台あった方がいいんです。まあ2台っていうか、まあこちらのカメラが1台 あればいいんですけどね。このカメラを、まあ手前側にマウントして、そして奥にあるね、エバポレーターをもう1台の洗浄機を突っ込みながら、このカメラを見て清掃するっていうやり方ですね。まあ、そういう風にすると、今どこを洗ってるっていうのがわかります。だから洗浄機についてるカメラだと、ちょっとアップすぎてね、全体図がわかりにくいみたいな。まあそういった感じになってますのでね、それだったらまあやっぱり2台っていうかね、2個はまああって1台でね見るだけのためのカメラっていうんですかね、それがあった方が作業性はいいんじゃないかなと思いますね。まあですんで、まあちょっとね体勢もねちょっとしづらいししにくい部分はあるんですけどね、まあこれもまあねやり慣れると意外にそうでもね、まあ体勢はきついのは変わらないですけど、作業自体はねやり慣れればそうでもないのかなと思います。で、まあこういった感じで洗っていくと、こういう風にね、水が出てくるんですけど、意外にちょっとね、こう、白っぽい汚い感じのね、水が出てきます。で、この水がね、どんどん綺麗になるまで、まずは洗浄していくっていう感じです。で、まあ実際ね、こちらのね、カメラで見ると、アップすぎて、まあやってる感はわかるんですけど、じゃあこれが真ん中、右、左、上、下とか、まあどの辺行ってるかがわかりにくいんで、こちらのカメラを見ながら、まあこういう風にね、操作をしていくっていうのが、まあしやすいんじゃないかなと思いますね。で、まあちょうどね、いいところをうまくつければいいんですけどね、まあほんと車種によって、まあ、このやりやすさやりにくさっていうのはあるかなと思います。で、また洗った感じのね、水を見ますけど、まだまだね、なんかこう、ちょっと白ぼけしてるかなっていう感じですね。まあ、実際ね、だからこれだけ汚いものが空気としてね、室内に回ったり、顔にかかったりとかっていう風にしてるって思えば、まあ、やっぱりね、綺麗に清掃して、ねえ、そしてですね、やっぱり殺菌消臭ですね。まあ、そこをするっていうのは大事です。まあ、やっぱり基本的にエバポレーターは匂いの元を取るんだったらね、やっぱ根本から取らないとダメっていうところですよね。で、こちらのね、洗浄剤を使って、さらにね、洗剤ですね、使ってやっていきます。まあ、業務用とかで、家とかでね、あるのが、家のエアコンとかであるのが、まあ、アルカリのやつを使ったりとかするんじゃないかなって思うんですけど、まあ、車の場合はね、あんまりそれやりすぎると、綺麗に落としきれなかった時とかが、エバポレーターがね、腐ったりする可能性もあるんで、まあ、その辺はね、綺麗に洗浄をしっかりしとかないと、アルカリ系のやつを使うんだったら、要注意かもしれないですね。で、まあ、こちらのね、洗浄液を使って、
て、また掃除をして、で、またそのね、あと綺麗に掃除をして、そして最後に今度抗菌剤を振っていくみたいなイメージです。で、こんな感じですね。洗剤で掃除したらこんな感じで、まだまだ汚いですね。またどん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 綺麗にしていきます。で、やっぱりね、このエアコンのエバポレーターの臭い匂いに悩まされている人って多いんじゃないかなと思いますね。エアコンつけた時に酸っぱい匂いがしたり、臭い匂いがするっていうのは、やっぱりね、カビとか雑菌とか、そういったのがね、繁殖してるっていう原因なんで、やっぱ根本から取ると。で、抗菌をしても、まあ、目安はね、やっぱり1年ぐらいが効果の持続のね、目安じゃないのかなっていうふうには思いますので、まあ、1年に1回はね、せめて抗菌だけはしてやるみたいなね。だからまあ、これで長年のまず赤を落としてやって、そこからね、綺麗にして抗菌をするっていうのがやっぱベストかなと思いますね。で、まあ、こんな感じで、最終的にいい感じに綺麗になったんじゃないのかなと思いますんで、あとはね、こちら乾かした後に、またこちらのね、殺菌と消臭と抗菌という、まあ効果のあるね、こちらのね、薬剤の方にチェンジしていきます。で、こちらの方をね、また装着して、で、拭いていくみたいな、そんな感じですね。もうやっぱりね、こう、エバポレーターのやっぱ匂いっていうのは皆さん結構悩まされてるんじゃないのかなと思いますよね。で、例えばエアコンフィルターに何か物を挟んで匂い消すとか、まあいろいろあるんですけど、やっぱりね、もうこの一番掃除する物理的にね、やっつけてしまうっていうのが、まあ一番効果的だと思います。まあこういった作業でね、例えばほら、クレベリンとかで室内の中をね、充満させるとか、まああと、なんかいろんなまあね、商品があります。まあオゾンのやつであったりだとか、まあ専用のね、なんか薬品を使ったりとか、まあよく見るのはバルサンっぽいやつを足元の部分に置いてね、エバポレーターに直接吸わせるみたいなのもあるんですけど、やっぱりそれもあくまでもやっぱり汚れがついてる上から攻撃をするんで、やっぱり汚れ自体を取ってしまうっていうのにはね、かなわないんじゃないのかなと思いますね。で、こちらのね、抗菌剤をしっかり振って、で、また乾燥させて元通りに組み上げれば、まあ、作業は完了になります。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのスイフトの、まあ、エバポレーターのね、清掃でした。で、まあ、作業的には、まあ、ブロアモーター、そちらを外して、まあ、アクセスをすると。で、この車はね、まあ、実際やってみないと、どんな車でも、まあ、どうなってるかわかんないんですけど、まあ、これはやりやすい方だったのかなという印象はありますね。だから、開けたらもうすぐある。車によっては奥まったところから侵入したりとか、侵入経路が細かったりとかすると、なかなかね、やりにくいのかなっていうのはありますね。で、基本的にはまあ、入れていって洗浄するツールにね、モニターついてますけど、もう1台カメラとね、モニターがついてるやつを突っ込んで、全体が映ってる状態でのね、まあ、吹き付ける機械をこうね、そのもう1台のカメラで見ながらやるみたいなのが、まあ、やりやすいとは思いますね。モニターと吹き付ける機械が一緒になっているのだとよく分かんないですよね。全体図のどの辺を攻めているかっていうのが分かんないんで、全体が映ってる状態でやった方がいいです。で、まずはね、ずっと洗っていって綺麗になるまでやって、そしてね、洗剤ね、専用の洗剤を使ってさらに洗っていくと。で、そこからね、最後ね、抗菌剤ですね、そちらの方を塗ってしっかりと乾燥させて、で、完成っていう感じ。まあ、これでもね、多分まあ、ワンシーズンぐらいがある程度目安ですね。あとはまあ、エアコンの機器がアップするっていうところもありますので、まあ、明らかに例えば、エバポレーターがなんか詰まってそうで風量が弱いだとか、エアコンメンテナンスをしてもなんかいまいち機器が悪いとかっていう系の車にはね、今回みたいなことをやってみるのもいいのかなと思います。まあ、この車に関して言うと、まあ、匂いの方がね、気になるっていうところでした。まあ、ですんで、よくある、なんですかね、まあ、エアゾールタイプでもいいです。まあ、あれとかでもワンシーズンぐらいはね、大体効果あるんで、まあ、しっかりとね、かけてやる。だから今回ね、エバポレーターをしっかり清掃してますんで、まあ、この車、次のね、来年の春とかはもうエアゾールタイプで抗菌だけをするとかっていうのをずっと繰り返していけば、まあ、嫌な匂いっていうのが、まあ、出にくくなるんじゃないのかなっていうふうにはね、思いますね。まあ、今回はこちらのスイフトのエバポレーターの清掃でした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。